いつもご覧いただきましてありがとうございます貿易とネット通販の会社を15年経営しております株式会社いいこれ代表取締役の一ノ瀬と申しますえ今日はですねネットショップを始めてまだ間もないという方向けのお話になるんですけれどもまあ、今後ね売上をどん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 伸ばしていくためにはですね最初に結構ね えーまあ、少なくとも星4つ以上ぐらいの、ね、高いあのレビューをどん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 、ね、積み上げていくことがあの大事かと思うんですけれどもその時のポイントについてお話をしたいいと思いますであのレビューというのはですね結構あのいいレビューよりもあの低いレビューの方が えー、もらいやすくてですねなんでかというとやっぱりお客様がですね不満を持った時にあもうこれ言ってやろうと思うわけですごいねあの、まあ、満足とか、まあ、よっぽどの大満足とかじゃないとわざわざねやっぱレビューって書くの大変なのでどっちかというともうなんかこうムカつくこととかあってもう書いてやろうみたいな感じでですねであのどうしてもねあの低いレビューの方が集まりやすいんです。 で低いレビューがですねもらいやすい原因というのがですね必ずしもこう店側にね落ち度があったということではなくってなんかあの割とねこういうパターンだと店は悪くないのにレビューね悪いレビューもらいがちという事例をですねいくつか今日ご紹介したいと思います。 はい、えー、今日はですね4つですね事例をご紹介したいと思うんですけれども一つ目がですねドロップシッピングを避けた方がいいんじゃないかと。 いうことですね、ドロップシッピングというのはネット通販をやっている方よくご存知かと思うんですけれども、まあ、ショップがあってですねでサプライヤーさんですね仕入れ先さんとかあのメーカーさんみたいな存在がいてドロップシッピングというのはですねお客様からまショップが注文を受けてショップがですねこのサプライヤーさんに発注をかけて でまあ、お客様ですねエンドユーザー様と呼びますけれどもエンドユーザー様にです、ね、直接発送がかけられるという、ね、そういった受注形態なんですけれども。 で店側は何がいいかというとですね、まあ、商品だけですねあのショップにこう、まあ、ネット通販なので商品だけですね商品ページだけ作っておいてあとはあ注文が来たらつどつどサプライヤーさんに発注をかけてサプライヤーさんがですね直接お客様にですねショップの名前で出荷をしてくれるので、まあ、在庫をしなくていいということが一番ね大きいんじゃないかと思うんですけれども結構、ですねこれやっぱりあの在庫していない 随分ですね在庫リスクというのがあってあの売りあの注文を受けたのはいいんですけれどもサプライヤーさんに発注したらもうなかったとかいうことがですね、まあ、往々にして起こりうるんですね。 でやっぱりね注文を受けてもの、えー、がなくてお客様に「すいません」って言ってキャンセルさせていただくというのはやっぱりねあのそれは店の落ち度でもあるし、えー、やっぱりねあの悪い評価を受けがちなので。 あドロップシッピングというのはすごく、ねあのー、経営的には、ね、お金の面ではすごく、えー、楽で、まああのえー、手間暇も、ね、かからない方法ではあるんですけれども、まああの,毎日の、ね、欠品の時などに、まあ、悪いレビューを受けがちなので、えー、できたらです、ね、ドロップシッピングの携帯は、えー、避けられた方がいいのかなと思います。えー、2つ目が 納品品まででに時間がかかる商品ですね、まあ、納期が遅い商品ということになるんですけれどもなんかあのちょっと特殊な商品だったりとかしてですね納品までに2週間ぐらいかかる商品があったとしてちゃんとね商品ページにあの2週間ぐらいいいって書いてで販売していたとしてもですねあとお客様によってはですねその納期案内とかあんまり、えー、確認されてないお客様とかがいらっしゃってで、えー、ちゃんとねあの商品ページにも2週間 ててて書いていて商品のお届けもちゃんと2週間でやったとしてもですねなんかあの遅かったとかですね届くのに時間がかかったとかって言って、えー、書かれたりっていう場合がございます。で、えー、このような場合はですねもうお店側は何も悪くないんですけれどもやっぱりねお客様のその納期的な見落としを、まあ、あの予防するという意味でですねあの例えば 注文承諾メールですとかあの途中途中の段階でですね、まあ、納期の案内を再度しておくと「ご注文ありがとうございます」のメールの時にこの商品は2週間ぐらい かかるので楽しみにお待ちくださいねみたいな感じですとかあるいは、ね、もうあの納品日が分かった段階で発送予定日のお知らせみたいな感じであの事前にですねいついつの発送になりますみたいな感じで送っておくと多少ねその見落としというか行き違いは緩和されるのではないかと思います、えー、3つ目はです、ね、安い商品です。 安い商品はです、ね、なかなかちょっと難しくてあのバランスがですね、えー、とやっぱり安いのでですねあのご注文がいっぱい来てこっちもなんか嬉しくなるんですけれどもあの決してねその安かろう悪かろうではなくてもあのお値段なりのというか、うん、なんかそこにですね、えー、とすごくこう高いクオリティを求めるお客様とかがいらっしゃったりして。 あのすごく、まあ、安いものでもなんか,あのなんか、ね、品質が良くないみたいな、えー、レビューが来たりということがありますのであまりねその安いものを取り扱うというのもなかなか、ね、難しいところではないかと思います。えー、と当社のの事例で言うとです、ね、あのペット用の、えー トリミングのシザーですね、ペットの美容室で使うようなあのワンちゃんをこうカットするようなハサミなんですけれどもやっぱりねこう日本のもう国産のねすごくいいやつはもう何万円もする商品なんですけれども当社でですねちょっとあの海外から輸入した商品がございましてそれがやっぱりあの何千円かなんですね。 でもやっぱりそのお値段がやっぱり全然違うからですね国産のすごくいいやつとあのもう1万円もしないようなあの当社の輸入商品と違うんですけれどもやっぱりその,あの切れ味が悪いとかねなんかあの重たいとかねなんかいろんなレビューが来まして。えーなので そ,のそれに関してはですねちゃんとこう説明書きを加えてその国産のこうものすごくいいやつとはやっぱりちょっと違うんですよみたいなことを書き加えてちょっとね回避したんですけれどもやっぱりその安いものの,まああの値段相当さを <laughs> ご理解いただけない場合があるということですね。あの決してあの安 品質も悪いものを売っているということではないんですけれども、まあ、どこまでの品質を求められるかというところでお客様とお店とのズレ、ねまあ、が生じてしまうことが起こりがちだということになります。えー、4つ目がですね、えー、これはもう自分たちではどうしようもないことで、えー、変な運送会社さんと組まないということですね。やっぱりあの 結構これ大事なんですけどお客様からしたらですねあの気持ちよく荷物を受け取るところまでが、まあ、ショップ側のサービスというかねショップ側の責任範囲でそれはもちろんねあのおっしゃる通りというところでですねなんかあのやっぱりね こうどこの会社とは申し上げないんですけれどもあのこうサービスレベルが低いということでこう噂になっているような運送会社さんと組むとですねその運送会社さんのなんかドライバーさんのクレームとかを まあ、こっちが、ね、かぶることになるというねことでこれはね皆さんの,あのご理解いただけるところではないかと思うんですけれどもなのでちょっとね評判の悪い運送会社さんとは、えー、組まないということもですね、えー、理不尽に低いレビューをもらわずに、えー、済むというところではですね結構あの、まあ、重要なポイントではないかと思います。 とということで、えー、今日はですね、えー、ネットショップを始めてですね、まだ日の浅いショップさんがですね、えー、これからね、先ねどんどん売り上げを伸ばしていくためにお客様からですね、いかにこう悪いレビューを、えー、もらわずに済むかということでいくつかですね これは避けた方がいいんじゃないかということをお話をさせていただいたんですけれども1つ目がえ、まずドロップシッピングの利用ですねこれは便利なんだけれどもちょっと、ね、気をつけた方がいいと思います2つ目が、まあ、納期に、ね、時間がかかる商品。 これはお客様とのちょっと納期的な誤解を生じる可能性がございます、えー、3点目がまあ安いものですねこれもちょっとあの当社のあの品質レベルとお客様の期待される品質レベルにちょっとね乖離が生じるという可能性がございます、えー、4つ目がえ変な運送会社さんと組まないということですね 以上4点のご紹介ででした。またますね、いろんな紹介動画をアップさせていただきたいと思いますのでよろしければチャンネル登録していただきまして次回の配信をお待ちいただければと思います。本日もごご視聴ありがとうございました。